はい、毎度おなじみ天の声です。今回はファミマの超新星ビッグファミチキを20個使った超特大ねカレーを食べていきたいと思います。このコンビニ企画、中でもファミマ様ではね、ここ2ヶ月という短期間にファミチキ50個とコンビニ商品1万キロカロリー食べれるまで帰れま10企画やってて、若干ね近所のファミマに行きづらくなってたんで、今回ねわざわざいつもと違う遠いところのファミマを利用しました。そんな努力の末に成立した今回の企画。それでは早速本編どうぞ。さあまずはね、滝に炊いた自慢の米をね巨大器にぶち込んでいきます。気合い入れて炊きすぎてところどころね焦げちゃってるんですけど、ご愛嬌ということでよろしくお願いしますと。量が量なんでね、今回土鍋炊飯3回に分けて炊いたんですけど、柔らかめに炊いたお米と、硬めに炊いたお米をね、それぞれ混ぜてやることで食感にメリハリが出るようにしております。っていうのは嘘でね、基本的に水分量、炊き時間とか結構雑にやったんで、その分のね、ブレがもろに出てますね。1個目と3個目とか別の米買って具合ね、圧縮具合全然違うんですけど、どっちもね、それぞれ良さがあるんで、アドということで。さあ続いて大人の大盛りカレー入れていきます。僕の大好きなね、業務スーパー様で買えるやつで、5袋入りで297円。ちなみに大人のルーって書いてますけど、僕辛いの苦手なんで甘口です。絶妙にルー足りんくて真ん中かけれんかったわ。お待たせしました、本日の主役ビッグファミチキですね。最初は真ん中に山みたいに積み上げようと思ったんですけど、見た目いまいちなのと表面全部ねファミチキに覆われてお米が生き埋めになったんで片側に固めました。さあ最後は仕上げ、業務スーパーで買った1キロ入りのねタルタルソースさんを豪快にかけていきます。こうしてみるとね、カレーが海、ビッグファミチキが山で、タルタルソースがその間を流れる川に見えてきますね。このコネバチ一体めちゃくちゃ高カロリーな地域になっております。はい、いきます。はい、ってことでこの特製ビッグファミチキカレー食べていきます。このねビッグファミチキ、今年2020年の4月に発売されたね新商品で、その名の通りみんなのアイドルねファミチキちゃんが巨大化したやつです。ファミチキのね 1.5 倍のサイズながら値段はね240円と、ファミチキ180円の約 1.33 倍、わずかながらにしてお得な設定になっておりますと。そして何よりね、このでかい揚げ物にかぶりつきという快感はビッグファミチキでしか味わえないですよね。食べ物はでかければでかいほどうまいっていうね法則があるんで、このねビッグファミチキは通常のファミチキよりもうまいです。ただね、このビッグファミチキ、実は数量制限のある期間限定品で、4月に発売された時はマジで一瞬でなくなったんですよね。1週間も経たないうちに店頭から姿を消したっていう。前のファミチキ50個食べた動画の時に、ビッグファミチキの重量測ってツイートしますわって言ったっきりね、音信が途絶えたのはそのせいです。だからね、待っていましたよ、このビッグファミチキ様が蘇るこの時を。もうウッキウキで買いに行きましたね。ちなみに今回は前回のファミチキ50個買ったところとは別の店舗で、わざわざね遠くまで買いに行きましたね。さすがにこのね短期間でこんだけファミチキ買ったら、ファミチキおじさんってあだ名つけられかねないんで、その辺をねケアした感じです。前回はファミチキ50個積んでね食べる動画だったんで、今回は違うパターンにしようとして、僕のねほぼゼロと言ってもいいほど、貧相な、ド貧相なね料理レパートリーの中からビッグファミチキに合うものを、照合した結果ね、たどり着いたのがこのファミチキカレー。もちろんねカレーはレトルトです。ちなみに辛いのは苦手なので甘口。
いやレトルトカレーは、まあ、僕のね得意料理の、まあ、一つですし、まあ、TKG に並ぶねあのファミチキとの相性も最高なんで、まあ、我ながらね、まあ、いい組み合わせを選んだなと、まあ、自画自賛せざるを得ないところなんですけど、まあ、どうですかね。ただね、まあ、一つ誤算だったのが、まあ、ビッグファミチが想像以上にビッグだったことですね。まあ、ビッグファミチキといえど、所詮はね、まあ、コンビニのホットスナックなんで、まあ、20個程度に抑えたら、まあ、今回はね、ガレーの具材程度に収まるっていう算段だったんですけど、想像以上にね、まあ、1個1個がでかくて、まあ、20個でもね、まあ、相当な存在感を放っています。個人的には、まあ、ゴーゴーカレーぐらいのね、まあ、カツの比率に抑えるように考えてたんですけど、まあ、めちゃくちゃね、重ねに重ねて、やっとね、まあ、下のカレーがちょっと見えるぐらい、まあ、そんぐらいの、まあ、大きさです。このね、コネ鉢のサイズで上に積まないで表面隠れるって結構やばいですからね。完全にビッグファミチキ舐めてた。こんなね、顔面にも迫る巨大サイズだとは思ってなかったですね。普通にね、お店に出てくるステーキ肉ぐらいのサイズありますもん。さあ、そして気になる味の方なんですけど、やっぱね、信頼と安心のファミチキパイセンだけあって、間違いないですね。ファミチキ単体でもね、もちろん美味しいんですけど、このね、自慢のタルタルソースや、自慢のカレーのルーがついた衣との相性も抜群ですね。特にカレールーの方。ファミチキってね、まあ、大量に食べたことある方ならご存知と思うんですけど、量を食べてると若干ね、辛くなってくるんですよね。その辛さをこのね、まあ、甘々の甘口ルーがマイルドに包んでくれて、まあ、飽きることなく食べ続けることができる。そして、この極めつけのね、まあ、守護神白米ですよ。まあ、上に乗っかる具材たち全てをね、まあ、受け止めると言わんばかりに、どっしりとね、最下層に構えたこの白米を一緒に頬張る幸せ。このビッグファミチキ、甘口ルー、タルタルソース、どれもね、単体ですらご飯がもりもり進むのに、今回ね、そのハッピーセットですからね。混ぜるな、ある意味兼、組み合わさったらお口の中ビッグバン。白米好きにとってこれ以上ない理想郷がね、この器の中に広がっております。そして、まあ、ちょっと感じたのが、前回のファミチキ50個に比べて、今回のね、まあ、ビッグファミチキの方が衣が茶色くてサクサククリスピーな感じに仕上がってるんですよね。これが、まあ、ビッグファミチキ特有の隠れ仕様なのか、まあ、はたまたね、店舗とか作り手の違いによるものなのかわからないんですけど、まあ、僕個人としてはね、今回の方が好きですね。いやね、ナゲットのような、まあ、ふやふやした衣も嫌いじゃないんですよ。まあ、お弁当の中に入れて、まあ、その蒸気でふやふやシュワシュワになったチキンナゲットとかも、またそれはそれで最高なんですけど、まあ、今回はね、あの、タルタルソースさんと、まあ、甘口ルーさんがある環境、まあ、こいつらを使ってね、衣を適度にふやかすことで、このね、ふやふやの中に若干サクサクの残った、まあ、アイスでいうね、半冷凍状態みたいな無敵の衣が作ることができるんですよ。このふやざく食感がたまらんと、まあ、これはね僕個人の好みなんですけど、カレーにのせることを選んだ今回に合わせて、まあ、運よくこのサクサククリスピーファミチキちゃんが届く、まあ、ひょっとしたらねこれはもう運命なのかもしれませんね。まあでもね、実際ホットスナックって、まあ、結構ね普段からブレありますよね、まあ、言うなればホットスナックガチャ、どのブレ方がいいかは、まあ、人の好みにもよるんで、一概にね、どれが当たりかは諸説あるんですけど、まあ、おそらく大半の方がね、まあ、揚げたてを好むんじゃないでしょうか。まあ、しかしね、まあ、揚げたてを手に入れるのは、まあ、運ゲーであり、まさしくガチャ、サクサク食感を味わえるのは、まあ、日頃のね、行い次第で、まあ、そのために日々ね、善行に勤しんでる方もおられるかと思います。ただ、まあ、皆さんご存知ですかね、実はね、このガチャの SSR、揚げたてが手に入る確率が、まあ、ぐんと上がるね、ゴールデンタイムがね、存在するんですよね。それはズバリ朝です。しかも早朝。大抵のね、コンビニは朝の6時前後からその日の午前にね、売る分の揚げ物を調理し始めるんですよね。
まあ、つまりですよ、その時間帯に行けば新鮮な SSR 揚げ物の排出率はほぼ 100%、まあ、確実にねサックサックの、まあ、ホットスナックが手に入ります。まあ、早起きはね三本の徳という言葉がありますけど、まあ、その言葉の由来は、まあ、早起きすればね揚げたてのホットスナックが手に入るというところからね来ていると言われています。一つ懸念点があるとしたら、まあ、目覚めたての胃袋に、ね、揚げ物は若干パンチ効いてることぐらいでしょうかね。まあ、ただねそれも新鮮な揚げ物への愛があれば関係ありません。さあ皆さんもねぜひコンビニのホットスナックの真骨頂を味わうのならね、まあ、ホットスナック朝活始めてみてはいかがでしょうか。そしてコンビニのホットスナックをね語る上で外せないのがコンビニホットスナック最強論争ですよね。特に大手3社ファミマ、セブン、ローソンのね誇る看板チキンであるファミチキ、ナナチキ、エルチキ、どれが最強なのかは日夜議論が繰り広げられております。ちなみにね皆さんはどのチキンが好きですかね。まあ、一見ねまあ、見た感じだとどれも同じ団子三兄弟のように見えるんですけど、実はね結構違うんですよね。まずお値段、ファミチキは180円で L チキも180円なんですけど、7チキだけね203円と1割ぐらい他に比べて高いんですよね。そしてね気になる大きさなんですけど、ファミチキは 80g なんですけど、交渉中はなんやかんやで 90g ぐらいらしいです。で7チキも同じく 90g ぐらい。その中でね一つ L チキだけが唯一 100g 超えの 110g なんですよ。L チキもね昔は 80g ぐらいだったんですけど、2017年に重量 1.4 倍にするというで魔改造が行われた結果、現在はまあね、このコンビニ3社の中で頭一つ飛び抜けた重量になるようになっております。以上からね判断するにコスパはローソン L チキ様の、まあ、独壇場ですね。まあ、時点で、まあ、値段が安い分ファミチキ、そしてね、まあ、気になる味の方なんですけど、まあ、まずはファミチキ、まあ、大手3社ホットスナックチキンの中での、まあ、パイオニアだけあって、まあ、脂身味付け全てがねバランスいいんですよね。ホットスナックチキンとはこうあるべきだという概念をね世に植え付けたと言っても過言ではないと、まあ、もう完成されてますよね全てにおいて。まあ、続いて L チキ、まあ、ファミチキに比べてね中の脂身の、まあ、割合が少ないんですけど、まあ、その分ね肉の食感がしっかりとしている印象ですね。まあ、あのねなんとも背徳感高めの体に悪そうな脂身プルプルジャンキー感はファミチキ様にね軍配が上がりそうなんですけど、まあ、肉をしっかりと感じたいときはこっちの方がおすすめです。あとはね、何気に、あの、衣が3社の中で唯一ね、まあ、米粉を使ってるんですよね。まあ、それによって、まあ、一番ね、衣がザクザクした食感でした。ポテチで言うと、オーザックみたいな感じです。で、最後にね、7チキですね。まあ、これね、実はね、3社の中で一番ね、カロリーが低いんですよ。ファミチキと L チキは、まあ、1個あたりね、280キロカロリーなのに対して、まあ、7チキちゃんだけね、まあ、200キロカロリーとダントツで低いんですよね。まあ、中身も脂身少なみでヘルシーな感じで、まあ、どっちかといえばね、胸とかヒレ肉に近いような感じですね。まあ、脂身とかがあんまり得意じゃない方とか、まあ、少しでもね、コンビニホットスナックチキンの罪悪感を減らしたい方におすすめです。とまあねこんな感じで、まあ、見た目はウリ3つのチキンたちなんですけど割とね個性があるんですよね。まあ、ちなみに僕が一番好きなのは、まあ、L チキ様です。まあ、理由はね大きさと衣ですね。まあ、大きいことが正義なのは言うまでもないんですけど、まあ、米粉を使用していることによるザクザク感も個人的には好みです。まあ、ファミチキ動画をね2個も上げといての、まあ、まさかのね裏切りなんですけど、まあ、言うてねその日によって変わるぐらいの、まあ、僅差なんで安心してください。あとね L チキだけ地味にね味のラインナップ多いんですよね。デフォの馬塩に加えて、まあ、馬から馬だれ赤味バター醤油馬だれ黒味となんとね、まあ、5種類のラインナップ。長年ファミマスナックの看板をやっているねファミチキ様ですらフレーバー違いは数量制限付きのね期間限定やのにこの扱いの差は何なのか。
ちなみにね、今ファミチキは期間限定で衣に柿の種が仕込まれている、まあ、柿の種味が発売されてるんで、まあ、ぜひぜひね食べてみてください。僕も買ってみたんですけど普通にうまいですね。まあ、柿の種がやたらと歯にくっつくんでそこだけ注意です。そういやね、まあ、Lチキといえば皆さんね、Lチキバンズというね商品はご存知ですかね。これね、あのLチキと一緒に買うことで、まあ、Lチキバーガーみたいにして食べられるってねコンセプトの商品なんですけど、まあ、これね僕が初めて見た時に、まあ、Lチキも入ってるもんやと思って、70円でね、L チキセットとか破格すぎるわ。てかね、L チキ単体より安いとか、みんな絶対こっち買うやん。ローソン頭悪いなってなって、めちゃくちゃね、テンション上がって、まあ、ウッキウキでね、5個ぐらい買ったんですけど、まあね、皆さんご存知のように、これバンズ、パンの部分だけで、まあ、L チキさん別売りなんで、目の前にね、切れ込みの入ったコッペパンが5個並びましたね。うん、頭が悪かったのは僕でした。高校のね、お弁当の時間にドヤ顔でね、みんなにこの L 付きバンズ買ったでって見せびらかしてあげく、5個のね、コッペパンだったってオチだったんで、めちゃくちゃ笑われましたね。あの日食べたコッペパンの味は今でも忘れません。何も味がついてないはずなのに、心なしかね、塩の味がしました。ファミマのあのホットスナックといえばファミチキなんですけど、ファミチキ以外のラインナップも年々充実してきております。まあ、個人的にね、これうまいなって思ったやつが、餃子ドッグですね。これね、マジでうまいです。まあ、値段も手頃な158円で、これとね、食パンを買って挟んで食うだけで、なんかね、一日頑張れる気がするんですよ。このね、餃子ドッグ、すぐに売れるのか、まあ、はたまたね、あんまり売れないから作り置きしてないからかは謎なんですけど、まあ、いつもね、置いてなくて、その都度揚げてもらうんですよね。ただ、それが逆にね、揚げたてを食べられるということで、まあ、プラスに働いてるんかもしれん。いや、これほんとね、これと食パンセットでも266円なんですけど、同じぐらいの価格でサンドイッチ買うよりね、だいぶね、まあ、満足度高いと思います。大体のね、用途が買い食いなんで、まあ、持ちやすさ重視でいつもね、食パン挟むんですけど、食パンに挟むんですけど、ご飯にもね、バッチリ合うと思います。ただ、一つ残念なのが、この餃子ドッグね、一部地域で販売されてないんですよね。山形、群馬、埼玉、福井、宮崎、鹿児島では取り扱ってないというね、まあ、ことが公式ホームページに書かれてるんですけど、まあね、北海道と沖縄で取り扱ってないとかなら割とありがちなんですけど、このピンポイントでね、まあ、取り扱ってない地域が存在するのはなんかね、理由があるんですかね。埼玉とか結構都心に囲まれてるのに販売されてないの謎なんですけど。さあ、てか僕ちゃっかりね、わさびつけて食べてるんですけど、まあ、僕ね、揚げ物とわさびのカップリング推しのわさらーなんで、今回もバッチリ使っていきます。ファミチキのね、過去の期間限定フレーバー、チーズとかカレー、柚子胡椒みたいなメジャーどころはね、結構抑えてるんですけど、まあ、未だね、わさび味が販売されてないんですよね。まあ、ありそうでなかった。なんかね、6月16日に、まあ、新しいフレーバーが出るらしいんですけど、これがね、わさび味であることを祈るばかりです。まあ、ちょうどね、ハテナハテナハテナ味ってなってるとこ3文字ですしね、まあ、ビンゴかもしれん。続いて、いつもの明太マヨもね、ウッキウキで使用していきます。もともとかかってるタルタルソースと合わせて、ファミチキの表面が真っ白になってますけど、大丈夫かこれ。ちなみに、ファミチキの明太子味もね、過去に販売されておりません。割と明太子って、チーズとか辛い系の次ぐらいにね、チョイスされるイメージあるのに、未だ使用されてないっていうね。僕が好きなフレーバーだけがことごとく販売されてないですね。僕はこんなにもね、ファミチキを愛しているのに、まあ、その愛は一方通行。儚い片思いです。6月16日の新フレーバー登場で、まあ、両思いになることを、まあ、心より願っております。さあ、そしてファミマのホットスナックの話に戻るんですけど、まあ、他の大手コンビニよりもね、ファミマさんが抜きん出てるものといえば、まあ、焼き鳥系ですね。いや、これね、コンビニやからって舐めてたら、いい意味で期待をね、裏切られますからね。
もともとね、ファミマと統合する前のね、サークル系サンクスさんの、まあ、人気商品だったんですけど、焼き鳥は。まあ、ファミマがね、その焼き鳥のノウハウを、ノウハウごとね、吸収して、2017年に販売したのが始まりなんですよね。まあ、主におつまみと酒と抱き合わせで買う層を中心に爆発的にヒットして、なんと販売からわずか2年で3億本が売れるっていうね、とんでもない商品です。まあ、特にね、僕のおすすめはハラミタレですね。しつこくない程度にプルプルジューシーで癖になります。まあ、一つ欠点を挙げるとしたら、まあ、量の少なさですね。ついついいつも買ってしまうんですけど、まあ、買ってから次の信号つくぐらいまでに、まあ、食い終わってるっていう。そしてね、結局一緒に買ったお酒は家のね、冷蔵庫にある適当なソーセージかなんかとね、一緒に食うことになるんですよね。ただまあ何かと理由をこじつけて割と定期的にね、焼き鳥100円セール実施してるんで、まあ、買うならその時期がおすすめですね。焼き鳥3つに缶ビール1本で500円未満、ちょっとした晩酌が楽しめます。さあ、言うてる間にもう残りラストになってきましたね。このね、タルタルソースたちを含めたご飯たちもしっかりと回収して、thank you.